日本奈良県奈良市高畑町高畑町は奈良県奈良市の中央部、市街地の東部に位置する地区である。郵便番号は630-8301。奈良市の中央部、市街地の東部に位置する北西南東方向に広がる地区である。春日山の南西6にあたる。北部は猿沢池の東から春日大社の南にかけて奈良ホテルをはじめとするホテル。 旅館が多く分布する。中部に奈良教育大学のキャンパスがある。一部が世界遺産、古都奈良の文化財の鑑賞地帯、歴史的風土特別保存地区、国士跡、幸福寺給境内、奈良公園、奈良町都市景観形成地区に含まれる。北は、上り王子町、春日野町、南は、白号寺町、西は、茅の町、東寺林町、 鶴福委員町、不審河寿市町、笠崎町、久能道町、福知委員町、木寺町、東木寺町、南木寺町と接している。域内に、江戸期以来の御所の馬場町、片原町、北天馬町、中天馬町、下、清水町、中清水町、上清水町、下高畑町、上、高畑町、八国町、福井町、 丹坂町、赤井町、五代町、山の上町、野戸川町などの通称町名があり、他に東大路町、下久保町、上久保町、翻訳市町、翻訳市東町、高畑大道町、橋海道町、高畑南町などもある。多くは現在もそれぞれ自治会を構成している。総数、個数、または世帯数、人口、死がなおや急遽。 津土急大上院庭園なら教育大学入り口の横断幕なら教育大学から見る夕焼け、新薬指示本堂なし。ありがとうございます。